皆さんこんにちは、みーこです。今日はネットで注文していた多肉が届いたので、こちらをね開封していきたいと思います。はい、それではね箱が2つあるので、まずはね小さい方から開けていきます。本当に今届いたばっかりなので、これ注文した多肉なので何が入っているかは分かっているんですけど、やっぱりねこの開ける楽しみを皆さんと共有したくて開封動画を撮ることにしました。こんな感じで入っとった。ちなみにこれは韓国のカット苗になります。おなんだこれ、こんな感じで詰まってます。これがねギロ&ヒューミリス、かわいい、色がすごいかわいかったんだけど、なんか思ってたのとちょっと違ったって感じ。これをねちょっとね黒トレイの方に開けていきたいと思います。あ、かわいいかわいい。これちょっと枯れ葉を後で取って早めに植え替えてあげた方がいいかもしれない。なんかこんな箱に入ってくると思わなかったので、大きさねもうまちまちなのでね。これがギロ×ヒューミリス、割とねかわいい色、私好み。やっぱね自分好みでね選んじゃいますね。一応ね寄せ植え教室用に頼んだんですけど、はい、2つ目の箱、これは名前書いてあるの、ヒューベリアピンクネーション。そうピンクネーションはちょっとね私のお気に入りなのでね、これはねぜひぜひ寄せ植えに入れたくて買っちゃいましたね。ぎゅうぎゅうに詰まってる。わーやっぱかわいい。こんな感じで箱いっぱいに詰まってる。でも結構傷がねあったりとかねして、ちょっと苗もいろいろですね。こんなのでも外葉なのでね、もうすぐに多分こう入れ替わるのでね、かわいい。なんか三角形みたいな形はいろいろですね。でももうね枯れ葉見ると取りたくなっちゃう。ここで取ろうと思っちゃった。本当にこれ寄せ植えしたら可愛くなりますよね。こんな感じ。これがピンクネーション。はい、どんどん開けていきます。セグリッドピーチっていうやつかな。セグリッドピーチ。これもね、すごい可愛かったね。ピーチっていう。感じだから、オレンジ色なのかな、オレンジ色とかピンクとか。お意外と思ってたよりも小さかったですね。こんな感じ。結構ね注文してから届くまでがねやっぱり時間があるので、苗が結構ねもう葉っぱがシワシワになってますけど、かわいい。でもかわいい、これやっぱりかわいい。すごいお子たくさんっていう感じ。あ、まだ下にもあった。あ、これ寄せ植えに入れたらほんと絶対かわいい。これは早めに植えて本当に葉っぱを早くしっかりピンとさせてかわいい姿見たいですね。3つ目はセグリッドピーチでした。かわいいな、やっぱり大体見て買ってるからね、自分好みの多いんで分かってるんだけどね、実際に見るとねやっぱりかわいいですね。なるべくね、このお顔違い、お顔違いっていうか、こう、違ったね、色とか、葉の形とかをね、選んだつもりなんですけど、どうしてもね、自分好みなので、やっぱり色も似てますね。よいしょ。小さい箱はこれで終わりです。では、ではもう一個の箱を開けていきます。8種類かな？今回8種類の多肉を頼んだんですけど、これがね、結構詰まっとるみたい。重かったですね。あーけ、レッドモラン。レッドモラン。これすごいね、可愛かったんだ。これはね、可愛かったんだ。あ、黒トレイを用意するの忘れた。これ、こんな感じ。これ、バラして寄せ植えにしようかなって思って購入した苗ですね。
ちょっとねこの3つだとね多いので、ドラもめちゃめちゃ可愛い。これもやっぱ小吹きがすごい感じなんですかね、こうまとめて何カップもついてる子がほとんどなので。あーこれもすごい子沢山。なんか1個はもうそのまま植えて自分用にしようかな。ね、寄せ植えに入ったほんと可愛い感じですよね。いやーかわいい、ほんとにかわいい。いやもうほんとね、多肉に囲まれて幸せって感じ。なんか旦那にまだ頼んだのかって言われちゃったけど、そりゃあね寄せ植え教室やるのに多肉なかったら始まりませんからね。じゃーん、これで終わりです。この間寄せ植えにしたあの新品種のなんかマルガン×ソクヨンもすごいね小吹きが よくってちっちゃい苗なのにもうねすでに小吹いてる子がたくさんいたのでね、あれはねまた紅葉も可愛かったしね、おすすめでしたね。新品種だとね紅葉とかもね全然わかんないんですけど、今回前回も話したようにちょっとね寒い日が続いただけでねもうピンクが増してたので、あれはね秋の紅葉が本当楽しみですね。葉差しもいけそうな気もするし、小吹きがいいのが葉差ししなくてもねそのままたくさん増えてくれる感じで。あ、これ何だったんだろう、これは話しとって忘れちゃった。あ、バラの月影、これすっごい可愛かったんですよ。もうめっちゃ私好み。いやすごい可愛い。結構なんかネットで見ると大きさがいまいちよく分かんなかったんだけど、こんな感じで、ね、意外と大きくて可愛いですね。ちょっとねほんのりピン紫ピンクみたいな感じで、箱が大きかったので今回ねテーブルね出せなくって、開封動画なんだけども無言になっちゃうよねこの作業しとって、もう作業だもん本当にはい、バラの月影、まあねとりあえずね自分用にもねキープはしておくつもりなのでちょっとね植え替えるのも楽しみですね、これ。はい、どんどん行きます。次ちょっとね書体をね違う書体にしてくれれば見やすかったの。エケベリア、あ、ブルーバードだ書体がね見にくいんだよねこんなにスペースあるのにね、ちょっと書体をもうちょっと見やすい書体にしてくれちゃった。私ブルーバード持ってなかったのでこれ見た時ね、あー欲しいとか思ってね、はい、思わずポチってしまいました。大きさ揃ってて可愛いですね。これも今回もね黒トレーねまたね追加で買ってきました。前回のダイソーでね注文して購入してたんですけど、今回はちょっとねホームセンターの方にもあったのでね、あちこち行くのめんどくさかったのでホームセンターの方で購入しています。ブルーバード初だったのでちょっとね嬉しいです。あ、もう終わりだ。これ開けるのもさ大変、意外と大変なんだけど包むのもっと大変だよね、綺麗に入ってて。よいしょ、あ、これ大きい。あ、これモンローだ。もうねこれはね黒トレーにカヌマを引いてそのままね鉢に植えずにねボン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 植えていく予定です。本当に業者かよっていう感じなんだけどこれはねちょっと葉っぱをね取って形を整えてあげないとダメですね。こんな感じで相当の子とかもいるから。おお、これは3、あー3と微妙に3頭って感じ微妙って、あーやっぱこうなると可愛いな。モンローとかオレンジモンローも持ってなくって、もうねやっぱ持ってない多肉、自分が欲しい多肉買っちゃいますよねあー、これも3頭かな。1、2、3、結構意外と小吹きいいのかなモンロー、すごい枯葉取りたくなっちゃう。結構ね吹いてますね、すごい。これも3頭。あ、ちょっとなんか2階でカノンちゃんが起きた
はい、すいません、ちょっとね2階にいた彼女が起きてね、バタバタやってたので救出してきましたもう足腰弱っちゃってね、起き上がる時に、ね、ちょっとこけたりするのでね、これも、もうカリンが怒ってる、これも3頭、ほらほらやめて、何怒ってんの、ママちゃん起きてきて怒ってましたね。多分このね2つついててもこれで1個でカウントされてるので結構お得感ありますよね。6個目はモン、あ、違う、7個目はモンロー、どこへが、あ、やめてやめてやめて、そっち行かれんけもうカノンちゃんがね突進してきますからね。これがよいしょ、レインドロップス、そのレインドロップスもね欲しかったのでね買っちゃいましたね。コブ焼きね一つも持ってなくて、ちょっとねこの機会にね買っちゃった結局自分が欲しいだけかいって感じなんですけどね。あー、かわいい、めっちゃかわいい、どれどれ、いや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 、かわいいです、めっちゃかわいい、すんごいかわいい、コブがない子もいるけど茎しっかりしてる、かわいい、ほんとかわいいね。寒くなるとコブが出てくるってね言いますよね。あ、これすごい綺麗、まだまだコブコブしてる、やっぱこんなに買って置くとこあるんかいって感じで、ほんとにこれ葉差しできるのかな、レインドロップス。結構ね形は悪くってもすぐに元に戻るのでね、あんまり気にしてないですね。はい、8個目はレインドロップスでした。いや本当にもう自分で買ったのにめっちゃ楽しい結局は選ぶのも自分好みの多肉ですからね、そりゃ本当に嬉しい限りで。え、最後なんだろう、何買ったか覚えてない、名前見ないと、よいしょ、最後、あ、最後めっちゃ重、あ、コロラータだ、そう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 、コロラータも持ってなくて欲しいなと思ってね買っちゃいました。おー、これもね相当とかね多頭だったのでね、すごいお得だなって思ってね購入したやつですね。これは一つしかついてないけど、いやもう本当にねこの後のね枯葉取りめっちゃ楽しみ、楽しすぎる、詰まっとる詰まっとる、ぎゅうぎゅう、いやこれはリエールさんも楽しいはずだわ、うん、開封するだけでも楽しいもんね。ほんで枯れ葉取りでしょめっちゃ楽しい、もう本当に憧れ、リエールさんすごい、これよいしょ、とりあえず全部いったかな、よいしょ、はい、最後はコロラータでした。コロラータもね本当丸っこくなって可愛いんだよね。はい、ということで今日はね寄せ植え教室に使う多肉が届いたので開封していきました。いかがだったでしょうか。また寄せ植えにねこんな多肉を入れると可愛いよとかいうねおすすめ品種があったらぜひコメントで教えてくださいね。この動画が面白かったなって思ったら高評価、チャンネル登録お願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。